エドゥアルド・デル・プエヨは、スペイン出身のピアノ奏者、サラゴサの生まれ、地元の音楽学校を経て、マドリード王立音楽院に入学し、ホセ・バルサの下でピアノを学ぶ。13歳の時には、音楽院から一等賞を贈られ、15歳の時に、ルートビヒバン・ベートーベンのピアノ競奏曲第3番を、弾いて、ステージデビューを果たし、サラゴサ市から奨学金を得て、パリに留学した。 パリでは、エミール・オーギュスト・シャルティエ、モーリス・ラベルや、イーゴリ・ストラビンスキーなどと進行を結び、ラウル・ラ・パラに、作曲法、アマデオ・ド・モントリ・シャールに火星と、大法をそれぞれ支持した。1927年には、コンセール・ラムルーのベートーベン生誕100年記念コンサートに、出演して、話題を呼んだが、この頃に、マリー・ジャイル・モンカのジャンル・ボスキバンス、グラーベン・ムーアート出会い、 演奏活動を中断して、彼女の下で、ピアノ奏法を学び直した。1935年にはベルギーに移住し、ヘルマン・シェルヘンの指揮するベルギー国立管弦楽団と、ベートーベンのピアノ競争曲第3番を演奏して、演奏活動を再開した。1948年には、ブリュッセル王立音楽院の教授に就任し、多くの行進を育てた。1952年より、 エリザベート王妃国際音楽コンクールのピアノ部門の審査員に加わり、技術顧問も務めた。ブリュッセル近郊ロドサンジュネーズの自宅にて死去。n a r e j o s c o m 派と、 シルビオラゴ、アルテドゥピアノコンポストーレスイーインタープリテス、アルゴルエジトラ、P117、ISBN 9兆7885億6018万7027、オクルク7億5296万2326、エドワルド・デル・プエオ、2017年4月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年4月8日閲覧。ありがとうございます。